はい、こんにちは、まーちゃんねるまーはるです。はい、今日はですね、なんと美容室に来ておりますね、うん、こちらで、後ろにいらっしゃいます。はい、どうも、小野田まーしです。小野田まーしさんにですね、えーしんくんをかっこよくしていただこうかなと思いますね、はい、ありがとうございます、今日は、はい、かっこよくします。よろしくお願いします。このえーしんくんのボサボサの感じ切り替えがあります。えーしんくん、なんかリクエストとかあるんですか？あ、じゃあお任せでお願いします。お任せリクエストなしでね、お任せでね。わかりました、お願いします。はい、あーすごいな、やばい、もう目にかかっちゃう。え、これはそこ前髪、前髪、前髪、嘘だ。ちなみにマーシンさんって普段、はい、子供を切ることってあるんですか？あんまりないですね。あ、ですよね。そうですね、基本お客様はやっぱり、ね、20代とか、若くても大学生とか、うん、ですよね。 YouTuber さんぐらいですか？あ、そっか。今は何年生？4年生。でもなんか、まだ10代。まだ10ではない。あ、10歳じゃない。ちゃんと、ちゃんと最後まで言う。10代10 あと、来月誕生日で、あの、ちょうどハーフ成人式なんです。あ、なるほど。そうか、なんだけど、なんかちょうどこの子が20歳になる前後ぐらいに、多分成人が18歳になっちゃうんですよね。え、なんか変わる。あ、なんか言ってましたね。そうなんで、そうなるともう今現時点でハーフ成人式というか。あ、え、けど、どう、そうなると成人式どうなるんですか？多分18歳の子がなるんじゃないですか。なんで、いけない子が出てきちゃいそうですよね。そうですよね。いきなり変わっちゃったらどうなんだろう。19歳なのか、うん、そう、その子たちを混ぜてやるのか、まあ、一斉にやるんです。そう、多分混ぜてやると思う。混ぜてやるの。そしたら大変じゃない？だって3倍の、ね、人数が、体育館とかいっぱいになる。なんかほら、浦安の人たちはディズニーランドなんでしょう。あ、いいな。声が大きいから。そうなるとディズニーランドいっぱいになりすぎちゃうね。いつもだいたいあの、はい、1000円カットみたいなとこなんですよ。はいはいはい、ね、早いですよね。そう、早い。早いんでちゃちゃっと終わるじゃん。ちゃちゃっと終わるじゃん。10分ぐらいで終わるんですか？10、早くて10です。うん、すごい。けど同じ髪型になっちゃう。そうです、そうです。なんかたまに変な風に切られちゃって。そうなの。変な分け目が出た。そう、なんかこの右側だけ異常に短くて、左側長いみたいなね。それなんか変わったよね、異常に。嫌で、もう素人目で見ても分かれちゃったって。これで一回シャンプーして、今癖ついちゃってるので、ああ、一応一回取り除いてちょっとまた再現。それシャンプーでございます。やっふー。髪はもう結構綺麗。これね、気持ちいいと思うよ。よし。目開けとかなきゃ寝るわこれ。いつの間にか寝てるから。エジ君。寝たね。君は寝たね。返事がない。いいね、すっきりしましたね。起きましたか、ちゃんと。あ、これで仕上げていきます。はい。ヘアアイロンか。そうです。これはやばい。初めてだよ、じゃん。これは結構熱い、170度。いやいや、熱そう。やけどする人いるか。動いたら危ない。もう熱くなってる。結構熱い。こうやってふわっとできるってことですか？そうです。ボリュームを今ペターってしてるのをこう丸めることによって、ふわっと。あ、ほんとだ。あんまふわっとしたことないもんね。150度。ひゃー。上げすぎると髪に傷んでる。かっこいいよ。
とんがってる。おお、え、これは逆毛。全然すごいすごいすごい、すごい、長い間キープしてくれる。上から下に下ろしてるんですか。そうです、こう逆立てるようにするとここだけが初めてこうだな。OK です、完成。うわーすごいすごいすごい、誰ですかあなた全然違う。え、すごい、髪の毛ふわっと立ってるじゃん。ちょっとそのまま後ろ向いてもらっていいですか。おお、もうちょっとくるっくるっと回ってきて。おお、いいね、すごい、よかったね、よかったね、すごい、すごいね。はい、ということで、ヘイシンくん超かっこよくなりましたね。よかったね。こんな、今まで全然ないよ。すごいことになって、ね、そうですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。素晴らしい。ちなみにお子さんのカットも受け付けは、はい、全然、はい、もう大人からも LINE で受け付けされてるんですか。そうですね、予約受け付けてます。じゃあ説明概要欄の概要 LINE のアドレスとこのダマアシさんのチャンネルにも貼っておきますので、皆さんぜひチェックしてみてください。はい、お願いします。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、そして今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。